今後アニメというのはどういった成長を遂げると思いますか。日本でもメディアはアニメはすごい大きいと思うんですけれども、今後どういった進化を遂げると思いますか。あまり進化しないんじゃないですかね。あの日本の今アニメーションの現状があまり実際はいいわけではなくて、ちょっとまあ数的にも多すぎて、ちょっとクオリティ的にもあまりいいものではないし、あと新しい野心的な企画があまり放送されているわけではなくて、割と売れ線のものばかりになってきているし、そういう意味であまり素晴らしい未来があるようなふうには思えないんですけど、